はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、逮捕されましたレビオニアさんリミットさんに、あのついにね根源流レビオニアさんが、ぶち込まれることになりまして牢獄に、リミット3です一応。でもリミット3なんで、まあ、インペルダウンで言うとまだ全然ね、あの2回とか3回くらいのレベルだと思うんですけども、地下、このレビオニア君がリミット1になって何が辛いかっていうと、サンダードラゴンがやっぱ一番辛いんですよね。サンダードラゴンが一番辛くて、これあの雷電流サンダードラゴンさんと一緒に浮気現場を目撃されまして、あのリミットさんにぶち込まれてるんで、この雷電流とレビオニアを合わせて3枚までしか入んないということなわけですよ。じゃあどういう風にね、構築していけばいいかって思っていろいろ考えた結果、今回、持ってきた構築はこちら、あのレビオニア1雷電流2という構築にしました。こうすることによって、レビオニア君の、を1枚一応生かしながら、まあ、雷電流君をね、1枚捨てる手だから捨てる効果も使えるということで、まあこれが1、2が多分まああれなんじゃないかな、サンダードラゴンにとっては回答になってくるんじゃないかなと思います。でレビオニアが1枚っていうことは結局その厚くしたら引けないんですよ。30枚とかにしたら引けないんですよレビオニアを。でサンダードラゴンって個人的にレビオニアが強いと思ってるんで、何が強いって、別にサンダードラゴンが強いっていうかレビオニアとの相性がいいから強いみたいな話だと思ってるんで、レビオニアなしは多分ないと思うんですよね個人的に。なんでまあなるべく薄くして、レビオニアまたは、戦慄どっちかを引けばまあレビオニアができるよみたいな構築にした方がいいんじゃないかなと思ってこの構築にしましたね。はい。でまああとは今までの構築が変わってなくて、まあ太陽電池面とかが入ってたりとか、まあサンダードラゴンは全部入ってた。まあこれはちょっと本当3枚にしたいんだけど、ちょっと誘発ないとマジで相手ターンやることないから、サンダードラゴンってなんで、まあちょっと誘発の方にテンパランスとかクリボールとか、このトリキライナーとかに割いてますね枠は、こっちの3枚目よりも。で一応なんか簡易レビオニアみたいな枠でカオスソーサラー入ってるけど、これいるかわからん。まあ一回活躍したかな、あの対戦してみて、あの今回もまた新リミットルームでやるんですけど、弱くはないけど強くはないみたいな感じかな、カオスソーサラーに関しては。一応除去能力持ってるんで一応入ってます、レベル6ですし。はい。でやっぱね俺はね獣をしてるんだよね、俺は獣をしている。まあもちろんあの封印のゴミスとかの方が強かったりすることももちろんある。封印のゴミスから雷獣除外して雷電持ってきて、あのオットワイズアドバンスとかもできるんだけどね、もちろん。だからここ獣とね、あの黄金室はかなり迷うんだけど、まあ、個人的にやっぱり獣から、まあ、雷獣か雷電を除外できた時の動きがやっぱかなり安定するし強いので入ってますっていう、まあそんな感じですね。はい。早速ね、リミット後オットワイズサンドラやっていこうと思うんですが、サンダードラゴンが死亡したと言っている方、まあというか認識されている方いらっしゃるかもしれませんが、別に死んでません。はい。全然まだ強いです、いくらでもね、あの公式によって活躍できると思うんで、絶望せずにやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、アンズちゃんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。マジシャンガールズ、オッケー。デュエルしようよ。デュエルマジシャンガールズいいね。なんかマジシャンガールズもね、ハーピーにすごい強く出れるというね話がありましてね、あのハーピーが多い環境だとすごい強かったっていう、強いという話なんですけれども、アップルマジシャンガールはていうだからレベル5以下ね、OK、ていうだからレベル5以下発動だよ。言うて弱えな反動、まあクリボールあるからまだワンチャンありそうな気づくよね。最強だったわ最強だったわ、魔法発動だよ。これはね最強、あまりにも。でこうだろ、結局ね目覚めの戦慄ゲーみたいなとこありますね、このデッキ。でとりあえず鳥は発動だよ。鳥で雷電を特殊していく。はい。モンスターを特殊召喚。で一回オットワイズアドバンスドラゴンで寝起きドッキリしていく。先の方がいいや。寝起きドッキリを先にしていく。はい。モンスターを発動だよ。で雷電流サンダードラゴンの効果も発動していく。ゆくゆくブレイクスルー、オッケー。ブレイクスルーはオッケー。で雷電流の効果で雷獣流か鳥かどっちかな。雷獣流か。雷獣流鳥回収パターンあるな。
3枚除外、雷獣で取り回収で光行くで、光行く、これはね雷獣竜だね。で取り回収だね。で取りリリースだね。来たこれ、ちょっとルート見えた。で光闇除でッペッペッダイッさあ実質リミット1、実質サンドラに、サンドラデッキの中では実質リミット1のレビューにも出していくぜ。はい、破壊していく。結集 OK。 さあ結集の効果で結集をセッティングされていく。でだな、ライジェルサンダードラゴンの効果で光属性モンスターを1枚手札に加えていく。でレベル8のモンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、聖国神竜エネアード、そしてエネアードのモンスター効果発動。レビオニアをペッてやって、で光をペッてやって、で相手の伏せカードをペッペッてやって、で破壊されるのは別に関係なくて、で光と闇除外していく。はい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 、およそ犯罪みたいな風貌してるけど大丈夫このデッキ。結局これやっぱ戦術あるから強いんじゃないのこのデッキ。かなり割と逮捕されるよこれ。さあお相手の方は幻想かな。幻想デッキはね、まあトレミスがいるんでまたギリギリね、ブリームディーバーとかなんとかなるんですけど、あれがシューベルとかかなりね強そうっすね。サンドラデッキはレビオニアを出させないっていう動きできるんで、あとスコアなんか無限にスコアで突破できないみたいなね話あるから、はい、ソナタね、オッケー、ソナタを特殊召喚、なるほどね、はいはい、オッケー、了解了解。いやスコア何枚あるのか、あー来た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 、オッケー。このハンドがねやっぱりねサンドドラゴンって一番強いと思うんですよ。で一応今回は20枚ぐらいのデッキにしてるんでかなり絞ってますから、意外と決まるっちゃ決まります。これこの動きがしたいんですよ。でこれでまあ今、まあ、あのフィールドにいるのがもし仮定ブルームディーバーと仮定してもブルームディーバーをバウンスしてワンキル取りに行けるんで、サンダードラゴンデッキってのはね、はい、これが初手からできるっていうのが非常に強いところ。獣の狼のね雷獣竜を特殊しながら鳥の効果によって、なんだろうなあれ伏せカード、またあれかな、ネクロフェーションかなんかですかね、ちょっと分かりませんが、とりあえずトレミスでバウンスするのは絶対に確定していく。トレミスでバウンスしないと、ちょスコアマジぶん殴ら、どっちの方が嫌かっていうと、さすがに、まあ、フランソワでしょうかね。フランソワボタ、フランソワボタを戻していく。で、こうしてこう、これでスコア2枚でもギリギリケアできてる。バトルだよスコア2枚もギリケアできてる。1700、1700でしょ。いや、いける。君が悪いんだよ。スコア1枚があるよね。あ、だよね。1枚あるよね。で、獣は殺される。で、獣効果。獣効果で、まあ、鳥でいいや。鳥あるし、鳥でいいや。鳥でいいや。で、雷獣竜、特殊召喚してこよう。で、もう1枚あります。もう一枚あってもギリ大丈夫か、耐えるな。もう一枚とか、よし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 。サンダードラゴン効果。ああ、勝ちか、これ。通れば勝ち。なんで右が。太陽電池みたいなの持ってくるか。それでいっか。はい。鳥3枚来た !3 カード。やれただっけ。あ、オッケー、危ない危ない。まあ、でも今ブルームディーバー立っててもどっちにしても大丈夫だし、今のハンドだったら幻想何やられてもまあ魔法トラップが強くなければ勝てる。さあお相手の方は闇遊戯パイセン、ああ見せてあげるよ2ペアマジ。でもサンダードラゴンってこれもしょうがないんだよね。これだってさ、なんなら20枚デッキでこうなるよりさ30枚デッキで、あでも30枚デッキの方がどうなんだろう。あレッドアイズ、ユーゴ、あ、ハルワールデーモン、これクリボール持ってても無理です。テンパラス持ってても無理です。あ、無理です。